長谷川信彦は日本の卓球選手。愛知県瀬戸市に生まれ、最初はペンホルダーグリップの選手としてスタートした。ペンホルダー時代はあまり成功しなかったため、1963年、当時日本ではまだ珍しかったシェイクハンドグリップに転向し、これをきっかけに躍進。名古屋電気工業高校時代の1964年には、 全国高等学校卓球選手権大会男子服に優勝。愛知工業大学に進学した翌1965年には、史上最年少の18歳9ヶ月で、全日本卓球選手権大会男子団を制した。全日本選手権男子団では、総計6度の優勝に輝き、これは、水谷純斎藤清に次ぐ、歴代3位の記録である。 1966年には、ヨーロッパツアーに参戦し、エーベルハルト・シェラーラを破る活躍を見せる。1967年の世界卓球選手権、ストッカホルム大会では、男子単及び山中の子と組んだ。混合服を制し、また、男子団体でも優勝に輝いた。1969年ミュンヘン大会では、日本の男子団体に連覇に貢献し、また今野康子と組んだ。 混合服でも連覇。世界選手権では合計5つの金メダルに輝いた。選手として一戦を退いてからは、卓球用品、メーカー株式会社タマスに入社し、同社の発行する雑誌の編集に携わった。1992年には、群馬県気流市に卓球場を開き、卓球の普及及び更新の指導に取り組んでいたが、2005年11月7日、朝、 卓球場近くの木を伐採中に倒木の下敷きとなり窒息死した。2001年には卓球の殿堂入りを果たしている。長谷川はドライブ主戦型に分類される選手で特にフットワークを活かした中、後陣からのパワードライブとロビングによる鉄壁の守備を得意とした。鍛え抜かれた肉体から放たれる強力なドライブは後陣に下がっている選手をモノータッチで抜くことがあるほどで ジェットドライブと呼ばれ、その発達した上腕二頭筋からポパイの愛称で親しまれた。また、人差し指をラケット中央部に伸ばして握る独特の一本差しグリップで知られ、そのプレイスタイルともども同時代の日本卓球界に大きな影響を与えた。ありがとうございます。